皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。はい、ではハワイに行くための飛行機の乗り方含め移動の動画をお送りしたいと思います。荷物は自分が持てる量しか持てないので、このボストンバッグとかを膝の上に乗せながら移動していきます。庄内空港はアナしかないので、今回は第2ターミナルの国際線から行くことにしました。もう移動が楽でめちゃくちゃ最高です。ただ第2ターミナルの国際線は本当に簡単な作りなので、空港も楽しみたいっていう方は第3ターミナルか成田空港から行くことをおすすめします。ダイヤモンドクラスから入っていきます。 R です。本当に人が少なかったので、国際線ターミナルに着いてこのラウンジに来るまで30分もかからないで来ました。出国審査も人がいなかったですし、出国審査のゲートは車椅子の人は優先ゾーンがあるので、そちらから行くことができます。はい、スイートラウンジでお寿司を食べたいと思います。機内食があるのでとりあえずさっくりと食べます。で、こちらスイートラウンジのお寿司です。めちゃくちゃ美味しかった、本当に美味しかった。で、今回はビジネスクラスにアップグレードしていくんですが、このスイートラウンジはダイヤモンドクラスの人と、あとはファーストクラスのチケットを取った人が入ることができます。で、私が今いるこのゾーンは基本的にはもうドリンク、お酒飲む人が居心地がいい場所で、ご飯メインで食べれるところは1個下に階があって、そちらでご飯メニューがたくさんあるゾーンになりますが、上まで持ってきてくれるので、まあここでもゆっくり食べれます。ただ、まあ、内容は一緒だと思います。食べるものは一緒だと思うんですけど、雰囲気的にももしかしたら第3ターミナルとか成田空港の方がラウンジも楽しめるのかもしれないですね。いっぱいいっぱい食べたかったんですけど、機内食もあるし、ちょっとお腹もいっぱい食べて壊すのも嫌だったので、ほどほどにして食べました。で、注意点というか、今の時点でもまだ自分の車椅子に乗っています。皆さん国際線に乗るときも、国内線もそうですけど、国際線に乗るときは特に搭乗口で自分の車椅子を預けるようにしておいた方が絶対にいいです。はい、ということで機内用の車椅子に乗り込みました。ビジネスクラスは動画で見る通り結構足元とか通路狭いです、席が広い分。なので自分もビジネスクラス乗りたいよっていう車椅子の方々にこう注意点なんですけど、テーブルが手前にあるタイプと奥側にあるタイプのまあシートが選べます。なので奥側にテーブルがあるシート、座席を選んでください、絶対に。で、座面がウィーってこうスライドで前に出てくるので、移動するときは座面を前にウィーってスライドで出して乗り移るとすごく乗りやすいです。他に介助士さんがいたり、お手伝いさんがいれば、まあ、抱っこしてもらったりできるし、まあ、基本 CA さんとかグランドスタッフさんもいればお手伝いしてくれるので、気兼ねなくお手伝いしてもらえるようにしたらいいと思います。はい、初めてのビジネスクラスの座席、やっぱり最高でした。もう座ってしまえば足元広々、画面も大きい、もうでっかいテーブルもあって、本当にリクライニングもできたりするので最高ですし、ウェルカムドリンクでシャンパンとかもいただいたりできます。で、アメニティですね、これもついてます。ロクシタのリップであったり、ボディクリームっていうのもあったり、あとは歯磨きとか耳栓とかアイマスクっていうのがあります。機内食、羽田空港からホノルル行き、和食選びました。舐めてたよ本当に。なんかよくテレビで機内食美味しい美味しいとかって言うけど、でもやっぱり機内食じゃんって思うじゃん。普通に美味しかった、うまかったって言ってました。普通に本当に美味しかった。めっちゃなんかレストランに出てくる味そのもので、お味噌汁も本当にあったかいし、感動しました。今回羽田空港からハワイ
行き、アナで行きましたが、実際はエコノミーでチケットをまず取っています。で、エコノミーチケットを取った後に、アップグレードポイントっていうポイントが溜まっていたので、そちらのポイントを使って今回ビジネスクラスにアップグレードしました。なので、エコノミーの価格で今回ビジネスクラスに乗れています。で、価格としてはですね、運賃は17万、往復で17万6千円になりますが、それぞれいろんな使用料とか税金がかかって、トータル22万くらいになってます。多分、もっともっと安く行きたいっていう場合は、ハワイアン航空であったり、あとはジップエアっていう今ね、すごい格安な航空会社があるんですけど、そちらで行けば、まあ、5万とか6万とかで行けたり往復ね、しますし、まあ、ハワイアン航空でも多分往復10万くらいだと思います。ただ、まあ、やっぱり私がアナにした理由としては、まあ、ポイントがあったからっていうのもありますけど、田舎のその庄内空港から移動するにあたって、同じターミナル内で出発できるって本当にめんどくさくなくて最高なんです。せめて第3から行けたらいいな。わざわざ羽田空港からちょっと成田に行くっていうのは荷物もあってめんどくさかったので、アナにしましたし、あとは予定が結構不確定で、もしかしたら仕事が入るかもしれないってなると、キャンセル料をしっかり払い戻ししてくれるプランにするとやっぱりどうしてもチケット代って高くなります。ジップエアさんとか一番安い価格はキャンセル不可だったりするので、もし行けなくなったってなったらやっぱりそれが無駄になっちゃいますよね。そういうのが嫌だから、まあ、ある程度の保証っていう部分での価格は仕方ないかなっていう感じです。はい。で、ご飯食べ終わったらこんな感じで足を伸ばして、でもうフルフラットの状態でお布団かけてもう寝ます。羽田からホノルルまでは多分だいたい7時間くらいですね。なのでもう一眠りくらいできます。で、ご飯を食べた後でもいつでも軽食、きつねうどんとかアイスとか、なんか何でも食べれるし、お酒も飲み放題だし、ドリンクも食べ放題、飲み放題なんですけど、私はトイレの心配があったので、基本あんまり何も食べなかったです。で、ビジネスクラスの一番近いトイレ、こんな感じで狭いです。もしトイレに行きたいなっていう場合は、機内用の車椅子っていうのがあるので、こちら準備してもらって、尿バッグに尿が溜まってるのを捨てればよかっただけなので、車椅子を便器の近くまで押してつけてもらって、あとはカーテンでその空間を閉めてもらって、全然何事もなくできたっていう感じですね。なので、もし便を催したらってなると、結構大変だなっては思いました。ただ、ビジネスクラスではなく、エコノミーのところですね。今、車椅子が入れるスペースの、トイレもあるっていうことでしたが、まあ、写真の通り、こんな感じのサイズ感が大体いいのトイレなので、まあめちゃくちゃ完璧にトイレ一人でできるかって言ったら、まあ人それぞれだとは思いますが、結構やっぱり介助がないと大変な人の方が多いのかなと思いました。はい。まあ、それ以外にも、アナさんにはこのサポートベルトっていう体幹が効かない人用のものとかがあったりするので、結構今はやっぱりいろいろ安心して飛行機に乗れるんだなと思います。はい。そんなこんなしている間に、もう、ハワイに着きます。もう本当にやっぱりフルフラットで寝れるっていうこともあって、疲れが全然たまらない。めちゃくちゃ快適だった。昔ハワイ健常者の時にね、行ったことあるけど、でもそれもアナだったけど、やっぱりずっと座ってるってめっちゃ疲れたまるなって思いました。だからその分やっぱりビジネスクラスで行ける環境ってがある人たちって羨ましいって改めて思ったし、もっと頑張ろうって思ったんだけど、はい。ハワイ、ダニエル系ウエスト空港だっけかなに着きました。で、一番最後に降りますが、その一番最後に降りて、一人一人にちゃんとスタッフさんがついてくれます。で、私のスタッフさんはもう日系の人なのかな、日本語できる人だったです。で、ターミナルがちょっと違ったのでバスで移動しますが、この動画に映っているこの黒い車椅子わかります？これがハワイの飛行
空港内の車椅子なんです。これに乗るってめっちゃ大変だから、だから機内の近くまで自分の車椅子に乗って、ここの空港の車椅子に乗らないようにした方がいいと思います。で、入国審査も、もう全部優先で通してくれるので、大行列を横目に見ながら車椅子の人は最優先で入国することができます。はい、ではハワイ旅編お楽しみに。